クルルギユニ18歳。エド、どうした？これでも怖がってます。クルルギさんなら一人で大丈夫よね。はい、クルルギユニ、これでも傷ついてます。たくさん入れすぎないでね。はい。どうした？どうした？ちょっと小さい大丈夫か？あ、クルルギわ、大丈夫だな。よし、ちょっと保健室行こう。大丈夫だ大丈夫。雑巾がちょっと後だな。雑巾雑巾。はい。雑巾もう一つ持ってきて。いつもみんなから大丈夫って思われてしまうけど、クルルギユニ、これでも人。すげえクルルギ。一位でも表情一つ変えねえよ。1位で当たり前って感じなんじゃない？1位はやっぱりクルルギさんなんだね。でもクールだよ。クールだね。ずいぶん嬉しそうだなクルルギ。その猫お前の友達なんだろ？だから頭撫でて一緒に喜んでる。かわいい。その猫だ。調子乗ってんよ。絶対乗ってるね。なんで桜井先生と話してんの？喋ってんの。話があるから放課後職員室に来い。桜井先生超渋くない？先生のコスイニー大人な香り。先生かっこいい。お前らのがかわいいよ。本気にすんなよ。もう忘れないよ。呼び出しといてずっと待たせるなんて、いい加減なやつ。何ブツブツ言ってんの？何ですか話って。明日から毎日放課後4時英会話室に来い。え？ I'll teach you English。 補習だよ。お前今回の中間テスト英語だけ成績落としたろ。困るんだよねお前みたいな秀才に低い点取られると。英語教えてる俺が上からいろいろ言われんの。それともなんだお前、わざと間違えてんのか？俺の気引きたくて。わかりました。失礼します。桜井先生。毎日っていうのはちょっとやりすぎじゃないですかね。ほらあのクルルギ受験生だし他の教科の勉強と。明石先生ってクルルギのいとこなんでしたっけ？いやあのだからってわけじゃないんですけど。数学の先生が英語に口出すんですか？ユニが補習？うん、4月から新しく来た英語の桜井先生。私が中間テストで英語の成績だけ落としたのが気に入らないみたい。そうなんだ。
ミニ中学の時から英語苦手だもんね。明日から放課後毎日だって強引すぎるよ。私は今すごい怒ってる。え？怒ってんの？多分ね、ユニが怒ってる時ドーナツ食べたがるから。甘いもの食べながら怒るなんて変わってるね。別に変なことじゃないよ。怒りはアドレナリンを消耗するの。甘いもの、つまり糖分はそれを補うから。ナミちゃん、この人は誰？え？今気づいたの？私と同じクラスの佐藤咲くん。どどうも。もしかして新しい彼氏？やめとこ。よろしく。ナミちゃん、私明日から一人で帰る。え？どうして？補習もあるし、もともとクラスの違うナミちゃんと一緒に帰り続けるの無理だったんだよ。ユニ、なんで急にそんなこと言うの？ああ、もしかしてサキのこと気にしてる？サキなら大丈夫だよ。帰りはユニと一緒に帰るって言ってあるし。別に気になんかしてないよ。補習が終わるまで毎日待ってもらうことを重荷に感じるだけ。ユニ、分かった。でもお昼は今まで通り一緒だからね。ナミちゃん、約束だよ。あー、なんか緊張した。ごめんね、さっきユニ、悪いやつじゃないんだけどさ、妙に強がるっていうか素直じゃないとこあって。私は中学の頃から付き合ってるから、なんとなくユニが考えてることわかるけど、ユニ、私しか友達いないし、だからほっとけないんだ、ユニのこと。失礼します。さすがクルギユニ、時間通り。早速始めっか。ドア閉めんな。ここ座って。はい。中国は主格と同じだから it or which に変える。 You see? 全く理解できません。お前バカだろ。バカ？どこが理解できないか言ってみろ。なぜ一つの単語に疑問代名詞と関係代名詞二つの使い方があるのか、なぜ同じ単語なのに使い方によって意味が変わるのか。理由なんてねえよ、ただ覚える、それだけ。何事にも法則はあるはずです。その法則が解明できなければ私には理解できません。なるほどね。そういえばお前、数学オリンピックで金メダル取ったんだって？やっぱ考え方が違うな。すげえよな。数学には全て法則があり、答えは常に一つです。数学はシンプルで美しい、だから好きなんです。嬉しくないの？俺今褒めたんだけど。ん？お前ってさ、泣いたり笑ったりしたことあんの？それって英語に関係あるんですか？関係あるから言ってんだよ。悲しかったり嬉しかったり、人の気持ちを表現するのが英語だからさ。でも人の気持ちなんていつも一つじゃねえよな。楽しいって思ってもどっか退屈してたり、めんどくせえって思っても楽しかったり、複雑じゃん。だから英語には数学みたいな単純な法則がないの。You got it? 言っている意味が全く理解できません。お前本当に秀才？こんな補習無意味です。私のことはこれ以上構わないでください。英語はもう諦めてますから。お前わざとそういう態度取ってんだろ。俺は絶対逃がさねえから覚悟しとけよ。香水臭い。は？離れてください、匂いが移ります。何強がってんだよ。
ただいま。おかえり。桜井先生の補習どうだった？別に普通だったよ。そっか。まあお前なら大丈夫だよな。うん。でもさ、この際だから英語本気で頑張ってみるわ。ほらユニさ、あのメンデル教授のいるカリフォルニア大学に留学するの夢だったろ。無理だよそんなの。もうとっくに諦めてるし。着替えてくるね。桜井先生。おはようございます。どうですか、あのクルルギの補習は。まだ始めたばかりですから。クルルギちょっと難しいとこあるでしょ。難しい？いや俺は面白いですよ、ああいう女の子。あ、いやあのほらあんまりあの感情を出せない。まあ表情はあんま変えないですね。前はよく笑う子だったんだけど、いつの間にかね。先生おはようございます。おはよう。おはよう。でも根は優しくてすっごいいい子なんですよ。俺がお前用に特別に作った教材だ。代名詞の例文がシチュエーションごとに分けて書いてあるから、何も考えずにこの例文全部覚えろ。できません。私は法則が理解できなければ何も頭に入らないんです。そう来ると思った？は？今からこの例文全部5回ずつノートに書き写せ。声に出して読みながら。 I know a boy。意外と素直だな。 He was at heart still a person. Person じゃない、 a peasant. He was at heart still a peasant that he forbears had been. どっちが施設か分かる？こっちです。そうだから、このざっと以下は従属説になる。で、had been の後ろに書かれてないけど the peasant、 これ省略されてるから。はい。前方詞は人を表しているから空を使いたいと思う。この場合当てはまる関係は佐藤さん。一緒にいるのクルルギじゃない？文の構造や反応だ。従属説が重なってるように二人で補習してるの。目的が変わる。何なのよお前らに補習？はい、クルルギさんだけ個別に補習するの不公平です。私たちにも放課後補習してください。必要ないだろう。お前ら今回の中間英語が一番成績伸びてたじゃん。それは先生が好きだから。先生が好きだから一生懸命勉強して、それで。レイちゃん、レイちゃん、よしだ。これからもその調子で頑張ってくれな。失礼します。失礼します。笑ってくれた。笑顔超やばい、やばい、やばい。吉田芽衣は桜井先生に個人的な思いを寄せているようですね。教頭先生、あれは一時的なものですよ。卒業すればきれいさっぱり、大学で彼氏でも作って楽しむじゃないですか。しかし受験生というのは何かと情緒不安定な時期ですからね。もちろん桜井先生のような実績のある方なら間違いはないとは思いますが、誤解を与えるような行為は。分かってます。失礼します。Leading it to the mind.
what food is to the body. Reading is to the body. 英語やる気になったんだ。先生に言われた課題をやっているだけです。ちゃんとやらないとこの補習が無意味であることも証明できませんし。じゃあなんで照れてんの？照れてなんかいません。照れると単位は上がるんだろ。で、無意識に冷たいものに触りたくなるの。もっと体温上げてやろうか、生ゆきちゃん。わかりやす。人はな、無意識の行動で嘘はつけないんだよ。だから俺にはわかるよ、お前のこと。無表情を装っててもな。私装ってなんか。お前さ、いつもそうやって自分の気持ちを抑えてんの？勘違いすんなよ。俺は教師としてお前を観察してるだけで、特別な興味や関心があるわけじゃないから。勘違いなんかしません。私は先生が大嫌いですから。それはよかった。アドレッセント、青年、プレヒストリー、旧式的な。ユニ、ご飯の時くらい勉強休めば。今日の英語のテストね、70点以上出さないと補習が終わらないの。長文で点数取るのは無理だし、それ以外の問題落とさないようにしないと。そんなに嫌いなの？桜井先生、先生の教え方分かりやすいって評判いいよ。うちのクラスにもファンの女子多いし。私は大嫌い。軽くていい加減のくせに超自意識過剰だし、あんなの教師として失格だよ。それにあの匂い。ああ、桜井先生の香水ね。いい匂いだよね。大っ嫌い。あ、飲んだ。匂いの印象はその相手に対する感情によって左右される。カリフォルニア大学の受験結果は。分かった分かった分かった。とにかくテスト頑張って。うん、ありがとう。ナミちゃん、エミネント、巧妙な。話あるんだけど。あんたさ、英語のテストわざと間違ってるんでしょ？初めから怪しいと思ってたのよね。他の教科は全部トップなのに英語だけできないなんてね。桜井先生狙いに決まってんじゃん。それは違う。何が違うのよ。私は桜井先生なんて大っ嫌い。あんないい加減な人、私が好きになることなんかありえない。よくわかんない。あんたいっつも同じ顔だし。ほんと何考えてんのか全然わかんないよね。大嫌いならさ、もっと大嫌いって顔してよ。
行くね。補習に遅れちゃうから。ちょっと待ってよ。やっぱ桜井先生に会いたいんじゃん。マジムカつく。補習なんかに行かせるわけないでしょ。めいちゃん、早く行く。めいちゃん、早く早く。バイバーイ。クルルギ見なかった？クルルギさんならもう帰ったみたいですよ。クルルギさん今日のテストもダメだったみたいだから恥ずかしくなったんじゃないですか、先生に会うの。確かにあんなに教えてもらってたのよね。どうして桜井先生が？言ったろ、俺は何でもお前のことが分かるって。なんつって、実は吉田たちに吐かしたんだけどな。もう二度とこんなことしないよ、俺から厳しく言ったから。辛かったな。大丈夫か？大丈夫です。迎えに来てもらわなくても窓から脱出できました。この窓かな。ゆるぎ、お前全然大丈夫じゃねえだろ。休養している田口先生の後任の先生には再来週から来ていただくということで。その方が治り早いから。クルルギ、お前はもっと自分の気持ちに正直になれ。どうしたい？ちょっと転んだだけ。転んだ？本当ですか、桜井先生？本当だよ。大したことじゃないから、私は大丈夫。分かった。じゃあタクシー呼ぶから一緒に帰ろう。クルルギは僕が連れて帰るんで。ありがとうございました。じゃあ俺はこれで。
足の捻挫大したことなくてよかったね。にしても吉田たちひどいよな。今度会ったら絶対懲らしめてやるから。大丈夫、桜井先生がちゃんと話してくれたから。ならいいけど。ところで奈美ちゃんはここで何を買うの？さっき言うのプレゼント。佐藤君に？そう、バイト代入ったしさ。あーほら、あいつの趣味ちょっと女っぽいから、少しお得らしいものでもプレゼントしてやろうかなと思ってさ。好きな人にさ、自分の買ったものを持っていてもらうのってなんか嬉しいじゃん。これは私が生まれた町だ。This is the city which I was born in. 今聞いてもらったように、お前の苦手な例文入れといたから。これ、毎日最低10分、必ず聞くように。何これ？この前のお礼です。俺は生徒からのプレゼントは受け取らない。勘違いされたらめんどくさい。私は勘違いなんかしません。これは単なるお礼で深い意味はありませんから。何ムキになってんの？もしかして本当に俺のこと好きになっちゃったの？バッカじゃねえ。つうかマジかよ、つまんねえ。俺に興味ないとこが良かったのに。仕事だから優しくしただけ。私はただ先生にお礼を。できたよ。ん？メンデル教授の本読んでんの？うん。桜井先生の補習で何かあった？うん、ただなんとなく読みたくなっただけ。桜井先生、本日クルルギウニさんの保護者である明智先生から正式に彼女の補習を中止するよう要望がありました。保護者？実は彼女のご両親は海外でお仕事をしていらっしゃいまして、クルルギさんは明智先生の家に預けられているんです。桜井先生の補習を始めてからクルルギは明らかに情緒不安定になってるんです。特にこの週末はひどくて、ずっと部屋でメンデル教授の本を読んで。メンデル教授？遺伝子工学の研究をしているカリフォルニア大学の教授です。クルルギは
すごく嫌なことがあると部屋にこもって彼の本を読む癖があるんですよ。クルルギはなんて？いや何も、昔から僕に心配かけるようなことは絶対言わない子ですから。でも保護者なら本人にちゃんと問いただすべきでしょ。僕はやましいことは何もしてません。まあまあ、私たちも桜井先生が何かしたなんて思ってませんよ。それにクルルギさんの英語の成績は非常に伸びましたよね。でも彼女はまだまだ伸びますよ。もう十分でしょう桜井先生。彼女は今の成績でも第一志望の私立大学の推薦枠で問題なく入ることができます。クルルギユニの補修は本日より中止です。いいですね？桜井先生の補修中止になったから。補修が中止？もうだいぶ成績も上がったし大丈夫だって。よかった、うん、じゃあ。Were が過去形だから時制の一致が行われて Will が Would になる。これを仮定法過去という。 You guys understand? はい。 If you get it, it is easy. ふくだ。はい。この上の文訳してみ。はい。彼は病気だと言ったが、それは嘘であった。He said he was ill, which was a lie. Which? This is the city which I was born in. これは私が生まれた町だ。何してんだ、早く帰れ。This is the city which I was born in.どうしたユニ？全然食べてないじゃん。うん、大丈夫。実は自分でもよくわからないの。わからないけど、なんかこの辺がゆらゆらして。ゆらゆら？大嫌いなのに冷たくされると悲しい。顔も見たくないって思うのに会えないと寂しい。ユニ、それは恋だよ。恋？うん、大嫌いと大好き両方あるのが本物の恋なんだ。実は私さっきと喧嘩しちゃってさ、こないだユニと一緒に買ったプレゼント、あげたら気に入らないってはっきり言いやがって。あいつもうほんとムカつく。でも好きなんだよね。ナミちゃん、前はさ相手の全部が好きって感じだったけど、今は嫌いだけど好きって思えるこの恋が本物の気がするんだ。
本物の恋。ああ、私何言っちゃってんの。もうユニが珍しく素直に話してくれるからこっちまで話しすぎちゃったじゃん。ごめんなさい。そうじゃなくて嬉しかった。だってユニいつも人のことばっか考えて自分の気持ちなかなか素直に言ってくれないじゃん。そういうのちょっと寂しいなって思ってたからさ。ナミちゃん、で誰なのユニの恋の相手。それは言えない。何それ。でもその声うまくいったら絶対一番最初に私に教えてね。うん、約束。なるほど。すぐに授業を始めてください。授業開始時刻3分23秒を過ぎています。始めるよな、マイキちゃん。 Please open the textbook to lesson 4 page 60。 みんなの前では言えない。 Mr. Tokunaga Please read the first sentence。なんだよ。タバコの健康被害は科学的に証明されています。あ、そう。体へ抜くです。やめてください。なんだよ。何用は、生木ちゃん。先生、私す。す。す。早く言えよ。スペシウム光線のスペルを教えてください。ふざけんなよ。これってこの前のあの実験のやつ。あ、そう、変身のやつだよね。どうしてちゃんと言えないんだろう。矢部先生。はい。矢部先生、先週実験したじゃないですか。わからないところをノートに書いてきたんですけど。お、その気持ちが嬉しいじゃない。見てもらえますか。うん、どれどれ。ああ、つまりさ、ノート、わからないところをノートに書いたんですけど、見てもらえますか。わからないところを。お、先生来たぞ。先生、シリン、レイ、着席。Let's begin the class。クルルギは休みか。え、
さっきまではいたんですけど。いたよな。いたよな。トイレでも行ったんじゃないですか。先生、どうしたんですか？何でもない。鈴木、16ページ読め。はい。 I remember when she was about three, she fell and cut her head. And my husband picked her up and said, Did you follow your head?How do you feel about getting married? I haven't thought about it at all. ここが今度滝沢先生に担当してもらうクラスです。はい。さっきは悪かったな。なんで謝るんですか？俺が間違ってた。忘れてくれ。桜井先生、失礼します。紹介します。給食になった田口先生に代わって来週から赴任していただく滝沢先生です。お久しぶりです、桜井先生。あ、私たち小学校からの幼馴染なんです。え？そうなんですね。ね。懐かしい。私たちがいた頃とあんまり変わってないね。あ、ねえ、覚えてる？はるかのお父さんが教えてくれた願い事が叶う木。この木の周りを目をつぶって願い事を唱えながら参集すると願いが叶うって。嘘だよその話。いつもの親父の作り話。そうなんだ。道理で願い事叶わないって思った。見れ、そんな話したくて俺呼び出したんじゃねえだろ。相変わらず鋭いな、はるかは。
変わってないその癖。キスの後はいつもそうする。昨日見ちゃった。はるかが教室で生徒とキスしてるところ。ついしちゃった？キスを？生徒に？ああ、そうだ。でもそのことはもうちゃんと本人と話したから。ねえ、私たち高校で付き合ってた時たくさんキスしたけど、いつも私からだった。覚えてる？覚えてない。そうだよね。私のことなんか好きじゃなかったんだもんね。でも私は覚えてる。はるかのこと本気で好きだったから。何が言いたいんだよ。はるかはその生徒のこと本気で好きだってこと。じゃなきゃはるかが自分からキスするなんてありえない。はるかいつも言ってるじゃん、人は無意識な行動で嘘はつけないって。ねえ、絶対ダメだよはるか。教師と生徒が恋愛なんて。バレたら教師続けられなくなるんだよ。下手したら訴えられて。そんなことお前に言われなかったのか。進路希望の用紙は来週の月曜日までにしますね。はい、はい。ねえねえ、滝沢先生超可愛く思ったよね。超可愛いよね。俺も恋に落ちちゃった。マジでヤバいよな。桜井先生から聞いたんだけど、あなたと桜井先生のこと。くるるぎさん大丈夫なの？何かあったら相談してね。私あなたの担任なんだし、女同士なんだから。はい。意外と素直な子が多いね。英語の成績もみんな上がってるしな。そうなんだ。でも遥かが先生になるとは思わなかったな。ねえ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 、あの二人幼馴染なんだって。やばい、大変だよ。超似合うじゃない、大人の恋愛って感じ。
どうした？桜井先生、先生は私にもっと自分の気持ちに素直になれって言いました。私、先生のことが好きです。だからこの前のこと忘れられません。ダメだ、忘れろ。クルルギ、俺を見ろ。勘違いすんな。今のお前の気持ちは一時的なもんだよ。時間が経てば自然に忘れられる。前回教えた最上級を使って書けよ。おい、頼んだ。ちょっと。ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと。なんだこのノート。鍵かかってんの。まとまって元ヤンキーのくせに意外と可愛いもん持ってんじゃん。おい、あいつ書いただろ。よし、ちょっと開けてみようぜ。開けよう。よし、これ多分ね、しちゃおう。なんだよ、クルルギ。ダメだよ、他人のものを勝手に見るなんて。いいじゃん、ほら、固いことは言わない。ね、ちゃんと元の場所に戻しておけば、わからない。何がわかんねえって。これどうもありがとうございました。これ俺のすっげえ大事なノートなんです。本当マジで感謝します。私は別に。クルルギさん、クルルギさん、クルルギ、ひどい熱。このまま一人で返すのは無理ね。明智先生に連絡しますね。お願いします。クルギには俺のこと絶対言うな。仲間たちがバラバラになっちゃうんだけど、頑張ってお互いに探し合うんだよね。そんなに面白いんですか？クルルギさん、荷物持ちます。いいよ、マコバくん、そういうのもうやめて。マコバくん、なんかユニの子分みたいだね。クルルギさんは大事なノートを守ってくれた恩人っすから。私にとってもマコバくんは恩人だよ。
倒れた私を保健室まで運んでくれたんだから。桜井先生、はい、これ夏休みの公務当番表。サンキュすいません、突然こんなところに誘っちゃって。いいの、私甘いもの好きだし。よかった。実は俺パティシエを目指してるんです。なんでこういう店のスイーツちゃんと食べて勉強したいんですけど、なかなか一人じゃ入りづらくて。そうだったんだ。この前クルルギさんに守ってもらったこのノート、実はフランスでパティシエやってるおじのレシピが書いてあるんですよ。俺高校卒業したら貯めた金でフランス行っておじの店で修行したいって思ってます。すいません、退屈っすよねこんな話。退屈なんかしてないよ、感動してたの。え？私には的場くんのようにはっきりとした将来の夢がないから。中学の頃はね、メンデル教授のいるカリフォルニア大学に留学したいっていう夢があったんだけど、どうしても英語ができなくて結局諦めちゃったし。クルルギさんなら絶対留学できますよ、すっげえ頭いいし。今からだって絶対間に合いますって。トフル110点以上、やっぱ無理だよね。アメリカ is not the same countryAs it used to be. America is not the same country as it used to be. Sakurai sensei.明日から夏休みに入りますが、皆さんこういう言葉を知っていますか？節ありて竹強し。竹というものは節があるからこそ曲がったり折れたりせずまっすぐに成長するものなのです。皆さんも夏休みという節目を前に自分自身を見つめ直し。で、海で泳ぐじゃん。水川ですかじゃん。焼きそば食べるじゃん。で花火もすんじゃん。私ちょっと勉強しよっかな。え？ほら予備校のセンターもし結構難しかったじゃん。私全然ダメだった。さあ、渡部くん家に出て泣いちゃえば記念でしょ。なんだお前、男らしくねえな。男ならこうバシッと。なんだよ。クルルギさん。好きです。よかったじゃん。そう、欲しかったんだよね。じゃあさ、これから映画でも見に行こうか。買い物だけって約束だろ。お前が無理やり頼むから。じゃあ。
俺帰るわ。ねえ、私たちまた付き合っちゃおうか。なんだよ急に。ミラ、俺は分かった、もういい。俺は自分の気持ちに嘘つけないでしょ。二度と聞きたくない。もうなんか今日変だぞ。分かってるよね。バレたら教師クビになっちゃうんだよ。あの、ごめんなさい、マトバ君。私、他に好きな人がいるの。俺お前が好きだ。信じられない。は？突然そんなこと言われても信じるなんて無理。クルギ、私は本気で先生のことが好きなんです。でも先生のはきっと一時的なもので、だから先生の気持ちが本気だと証明されない限り私は信じることができません。夏バテ？うん、大丈夫。ありがとう、カズマ君。ユニ？食べたい。ドーナツ？今？うん。ちょっと行ってくる。どう？ユニ。先生。先生どこに？いいから黙って待ってろ。ここ地元の人も来ない穴場なんだ。
綺麗。何ですか。いや、いいとこだろ、ここ。それにさ、青い夕日って見たことある？青い夕日？あるわけねえよな。お前ならわかんだろ。青い夕日なんて火星でも行かなきゃ見るのは無理だ。でも俺の親父はそんな青い夕日を見たって平気で子供に自慢するようなやつだ。親父は商社の営業マンでさ、海外出張ばっかしてて社内でも有名な仕事人間だった。でもたまに家にいるときはそんな青い夕日みたいな作り話していつも笑ってた。そして親父は俺が12歳の時自殺した。親父は最後まで俺たち家族に嘘ついてたんだ。本当は会社に大きな損失出して悩んでたの。だから俺は嘘が大嫌いだ。自分からこの話するのお前が初めてだ。ついてこれねえよな、普通こんな話。クルギ、お前が卒業したら結婚しよう。俺こんな風に自分から好きになったの初めてなんだ。だからお前となら行くとこまで行ってもいいかなって。だからっていきなり結婚なんて飛躍しすぎじゃないですか。本気見せろって言ったのお前だろ。それはそうですけど。っていうかどうする？これって一応プロポーズなんだけど。そこまで言うならしてあげてもいいですよ。先生好きだよ。クルリゲ、俺はお前のためなら教師辞めてもいい。でもこのことがバレたらお前も退学になる。だから卒業するまで俺とお前は今まで通りただの先生と生徒だ。分かったな。はい。心配すんな。俺はどんなことになったとしてもお前を守るからな。はい、おいで。危ない危ない待て、捕まえた。
時期が来たら明石先生には結婚のこと俺からちゃんと話すから。はい。本当に好きなんだな、それ。これは中学の時、カズマくんがくれたの。無表情の私が少しでも可愛く見えるように。そんなもんなくたっていいよ。これからは俺がちゃんと見ててやるから。Your pronunciation isn't good. Please study harder. Hi. So, read the next sentence. Miss Kitamura. Hi. I looked and began trembling with excitement.クルルギさん、センター模試の帰りはごめんね。急にいなくなって。俺あの時追いかけようと思ったけどやめました。だってあの人桜井先生でしょ。香水の匂いで分かった。そう、クルルギさんの好きな人って桜井先生ですよね。多分桜井先生いいんすよ、答えなくて。ごめんなさい。謝らないでください。謝らなきゃなんないの。本当は俺の方だし。先生に口止めされてたんで黙ってたけど、ずっと前保健室にクルルギさん運んだの。あれ俺じゃなくて本当は桜井先生だったんですよ。え、あの時教室に桜井先生が突然現れて、先生マジでクルルギさんのことを心配してました。そうだったんだ。ご機嫌だね。もうすぐできるから。最近さ、相当料理に気合入ってるみたいだけど、前みたいにもっと簡単なやつでいいよ。ユニ受験生なんだし。大丈夫、気分転換になるし、それに料理だってもっといろいろ覚えたいし。なんか変なの。変じゃないよ。
I can remember the time when France was still there. Which? This is the city which I was born in. これは私が生まれた町だ。This is the city which I マジか、俺ママ見忘れたんです。初めてだ。めっちゃマジか、めっちゃ面白そうじゃん。どうしたの？別に何も。ごめん、ナミちゃん。私、今日用事ができて一緒に帰れなくなった。なんで？久しぶりにドーナツ一緒に食べようって約束してたじゃん。それは…あ、ごめん。私、次の授業の準備があるから。全国模試の結果見たよ。英語の成績少し上がったじゃん。先生の教材のおかげです。まさかお前あんなレベルで満足してないよな。お前はまだまだ英語ができるようになる。教授ってこのことだった。そうだけど。なんだよ。いえ、何も。失礼します。古着。大丈夫か？その猫またつけることにしたんだ。気づいていたんですか？言ったろ、俺はいつもお前を見てるって。滝沢先生。はい。あのちょっといいですかね。あ、はい。あの実はクルルギユニのことなんですけど。クルルギさんの、ね、最近ちょっと様子おかしいんですよね。急にドーナツが食べたいって家を飛び出したり、なんかやたら料理に凝ったり、他人としてなんか気づいたことってないですかね。いや、特には。ああ、そうですか。本人に聞いてみたらどうですか。いや、
僕が心配してるって分かったらあの子も何も話さないんですよ。今までもずっとそうだったし、だから僕が先回りして考えないといけないなっていつも思ってるんですけど、最近もどうしたらいいか分かんないんですよね。すいません、はい、ありがとうございます。明智先生。はい。実は俺はクルルギと結婚します。彼女が卒業したらすぐ。結婚？本気で言ってんの？彼女を守れんのは俺しかいません。言ってたユニまだ高校生だぞ。俺絶対認めないから。全国模試の結果もう見ました。いえ、クルルギさん初めて英語で偏差値65超えましたよ。 65? 本当ですか？この短期間にすごいですよね。うん、この成績なら私立だけじゃなく国立も狙えるんじゃないですか。留学？カリフォルニア大学に？うん、そう。今回の全国模試の英語すごい成績伸びただろ。だからカリフォルニア大学への留学ただの夢で終わらせるのもったいないんじゃないかなと思ってさ。でも今回はたまたま勉強したところが出ただけだし。大丈夫だって、他の科目合格ラインに達してるんだから。この調子で英語頑張ればユニなら絶対受かると思うよ。な、昔からの夢だったのし頑張ってみなよ。留学なんてどうしよう。ユニ、先に風呂入るよ。メンデル教授の講義が受けれるなんて夢みたいだけど、そしたら桜井先生と。先生。クルルギ、今話せる？はい。窓を開けてごらん。お前さ、家でもずっとその顔なんだな。そんなこと言うためにわざわざ来たんですか？うん。っていうか、急に生意気ちゃんの顔が見たくなっちゃってさ。先生。くるるぎ、卒業したら
俺が絶対お前を笑顔にしてやるからな。おやすみ。私やっぱり留学しない。え、なんで？理由なんかないよ。顔洗ってくるね。桜井先生と黒柳さんの噂知ってる？黒柳さん？桜井先生？なんか女の子と二人でいたらしいよ。桜井先生二人で？そう、二人らしいね。桜井先生だ。先生大好き。やばくない？私先生の授業すごい好きだったのに。私も大好きだったのに。すごい楽しいしさ、めっちゃ分かりやすいじゃん。だよね、私もだよね、だよね、だよね。ゆり、明智先生から聞いたよ。カリフォルニア大学受けるんだって。すごいじゃん。受かったら絶対さっきと一緒に遊びに行くからね。留学はやめたの？え、どうして？だって中学の頃からユニの夢だったじゃん。どうしても。ユニ？最近のユニなんか変だよ。よくわかんないけど、なんか冷たい。前はきついこと言われてもそんな風に思わなかったのに、なんで？ユニ、私になんか隠し事でもしてるの？ちょっとはユニのことわかると思ってたのに。もう私ユニのことわからないよ。おい、桜井先生、今から一緒に校長室に来ていただけますか？実は最近クルルギさんの英語の成績が飛躍的に伸びたことで校内で妙な噂が立ってましてね。桜井先生が個人的にクルルギさんの補習を続けてるんじゃないかって。まさか。そんなことはないと思うんですが、夏休みの繁華街で桜井先生と二人でいるところを見たっていう生徒まで出てきましてね。困ってるんですよ。こんなことが校長の耳に入ったら。それはありえないです。僕は保証します。そうですか。まあ保護者の明智先生に保証していただけるならこちらも心強い。でも桜井先生、引き続き行動には気をつけてくださいね。受験も近くなって生徒たちも何かと敏感になる時期ですから。
今日はありがとうございました。別にあなたのためじゃないですよ、ユニのためです。ユニが留学を諦めようとしてるんです。クルルギが留学？メンデル教授のいるカリフォルニア大学に留学する、それが中学の頃からのユニの夢なんです。英語の成績も上がってやっとその夢が叶えられそうになったと思ったのに。理由は分かりますよね。桜井先生からユニを説得してくれませんか。僕だってこんなことあなたに頼みたくないですよ。でもユニのこと考えると今その方法しか無理ですよ。俺が説得したって。なんで？ブルルギは俺と別れない限り留学しない。おい、ユニまだ子供だぞ。お前さ、一人の教師として一人の大人としてそれで平気なんですか？え？ななみとは今日一緒じゃなかったのか。喧嘩しちゃったんです。私のたった一人の親友だったの。でももういいの。だって私には先生がいるから。私今新しい料理も覚えてるんですよ。結婚したら先生に食べてもらえるように。お前受験生だろ。勉強の方は大丈夫。今の第一志望なら余裕で推薦枠に入れるって言われてるし。やっぱまだ子供なんだな。先生？悪いクルルギ、やっぱり俺お前と結婚できない。どうして？なんで急にそんなこと。家に帰るとさ、お前のこと忘れちゃってんだよ。それで分かったんだ。俺はもうお前のことを好きじゃない。だからこれで終わりだ。先生に聞いたら今日は休みだって言うし、明智先生に聞いたら朝家は出たって言うし、もう心配で。
的場君に聞いたよ、桜井先生と付き合ってること。だからだったんだね、留学やめたの。ひどいよ、なんで私に相談してくれなかったの。いくら相手が先生だからって、彼氏ができたら最初に教えてくれるって約束したじゃん。寂しいよそんなの。奈美ちゃんごめんなさい。でももう先生とは別れたから。好きじゃないってはっきり言われたの。超失礼。だから私とは終わりだって。私すごい傷ついた。ひどい人間。最低。そうだよ最低だよ。でも一番辛いのそのことじゃない。それでも桜井先生のことが好き。大好き。なんで大嫌いなのに最低だって思ってるのに。それが今すごい辛くて。ないから代わりに泣いてあげてるの。三者面談があるでしょ。親御さんたちってどんな感じ。みんな熱心な人が多い。待てよ。鳩場くんどうしたの。どういうことだよ。お前を信じて黙ってたのに。ハルカ、二度とクルルギさんに近づくな。待ちなさい。いいんだ、ほっとけ。ごめんね、はるか。はるかとくるるぎさんのこと明智先生に告げ口したの私なの。やっぱりな。え、もしお前以外のやつがあの写真撮ってたらすぐ教頭のところ持ってってたよ。明智先生なら誰にも言わず俺に注意してくれるんじゃないかって思ったんだろ。相変わらず鋭いな、はるかは。でも私そんないい女じゃないよ。明智先生なら絶対二人を別れさせてくれるってそう思った。じゃあお前の思い通りになったんだな。そう。
そうでもなかったかな。だって遥が自分の気持ちに嘘つくなんて、クルルギさんにはかなわないんだって思い知らされたから。カズマくん。ん？私やっぱり留学する。そっか、変なの、もっと喜んでくれると思ったのに。喜んでるよ。気持ちは変わらない。だから今は留学して、もっとたくさん勉強して、今度は先生に本当に好きになってもらえるように頑張る。ん？頑張れユニ。お金貯めて絶対カリフォルニアに遊びに行くからね。次は無事カリフォルニアに旅立ちましたか。はい、おかげさまで。でも大変なのはこれからですよ。大学に行く9月までに現地の語学スクールで英会話を身につけないといけませんから、うん、しかししかし、さすがクルルギユニですね。いや、あの短期間の英語の追い込みでカリフォルニア大学に受かるとは。いや、桜井先生の特別教材のおかげですよ。桜井先生、いろいろありがとうございました。What is remarkable is the epigenetic change found in the IGF-2 genes. What are IGF-2 genes? Those are the genes that produce the hormone known as insulin growth factor 2. That sounds great. Yes, but there are still other points that need to be clarified. For example, we need to know whether some IGF-2 genes change in other cells. That he studied architecture by himself.He did not go to college. He did not have any teachers.
On top of that, he did not have anybody to discuss architecture with. Job. くれるぞ。どうしても先生にすぐ見せたいものがあって。でもお前大学はサボっちゃいました。水平線に沈む直前に起きるすごく稀な現象だそうです。本当にあったんです、青い夕日。私どうしてもこのことを直接先生に伝えたくて。お前このためだけに帰ってきたのか。はい。ありがとう、クルルギ。まあでも親父が俺に嘘をついてた事実は変わんねえけどな。でもそれは桜井先生やご家族の幸せを願ってついた嘘だったんではないでしょうか。先生が私に嘘をついてくれたように。先生と離れてみて初めて分かったんです。あの時先生が好きじゃないって言ったのは私をカリフォルニア行かせるための嘘だったんじゃないかって。だからもっともっと勉強して先生にふさわしい人間になって帰ってきます。だからそれまで待っててください。悪いという意味、俺もお前のために嘘つけなよ。生涯かけてお前が好きだ。今すぐ結婚しよう。無理、そんなの今すぐなんて。だって私まだ今のまんまでいいよ。大学だってやめなくていい。俺は今目の前にいるクルルギウニが大好きなんだ。その呼び方やめない？ユニ、おいで。
小さい。